はい、今日もいつものようにドライブ行ってみようと思うんですが、今日はですね、久しぶりに女川町の方に来てます。で、僕の動画では今まで2回くらい女川を撮ったことあるんですけれども、震災の後そんなに経ってなかったので、まだ工事が全然進んでなくて、女川駅周辺、本当に全く整備されてないような状態だったんですが、ここ数年、女川駅周辺本当に綺麗になって、浜テラスという形で、商業施設も建って本当に綺麗になったんですね。今日は久しぶりにその綺麗になった女川をちょっと見に行ってみようかなと思います。で、ここから10分ぐらいですかね、行ったところにその浜テラスとか、女川港周辺、女川駅ですね、ありますので、早速行ってみようと思います。側に線路ありますけど、これ女川駅までずっと続いてる線路ですね。ここは旅館、女川の旅館ですね。名前何だったかな。右側が海。震災前とほとんど変わってないので、景色は全く一緒ですね。ただこの先が、震災の時一番宮城で被害を受けたという場所です。女川町内ですよね。工事自体はまだまだ本当にこれからもずっと続くと思いますけれども、ただ本当に衝撃録画を開始します。駅の周りは本当に綺麗になりましたからね。浜テラスというのができて、で、あとは女川のその浜テラスでちょっと名物みたいなのがダンボルギーニっていう、ランボルギーニを段ボールで作った作品があるんですけれども、コンノコンポーさんという会社が作った作品なんですけど、それも飾ってあるんですね。ピンク色のアベンタドールだと思いますね。アベンタドールを段ボールで作った作品なんですけど、それももし撮影できたらちょっと今撮ってこようかなと思ってるんですけどね。震災後何年もずっとしばらく倒壊した建物とかそんなままになってたんですけど、1、2年ぐらいですかね、全て撤去されまして、残しておいた方がいいとか、さまざまな意見はあったと思いますけれども、ただ、女川町は。スピード注意。去年も女川は2回ぐらい来てますね、僕は。春と秋ぐらいに行ったと思いますけど、春に行った時にその女川の浜テラスで、スーパーカーのイベントをやってたんですね。カーグラフィックが主催だったと思います。ダンボルギーニの関係が多分あるんだと思うんですけど、
クサスの LFA とかいろんなスーパーカー来てイベントやってたんでちょっと見に行ってきたんですけど、結構女川はね休日になるといろんなイベントやってたりするので、まあ、観光で来られる方、宮城に来られる方、大体仙台、松島ぐらいで帰る方も結構多いと思いますけど、女川に一回足を運んでみても面白いんじゃないかなと思いますけどね。昔の女川知ってる方だったらもう本当にここはどこ走ってるか分かんないんじゃないかなと思います。で僕もね去年来た時とまたちょっと道変わってるんですよね。来るたびに道が変わるんで、やっぱり工事してるんでまだ途中なんでね。去年の春来た時は今通ってきた道路はまだ通行止めだったはずなんですよね。で今ちょっと そこら辺ですね、商業施設、これが浜テラスになります。で左に上がっていくと女川駅ですね。ちょっと一回左行ってみたいと思います。ここになんかラーメン屋さんみたいなのがいつもあるんですよ。金華楼っていうね、未だに一回も行ったことないんですけど、ここね食事できるところがいっぱいあるんですよ。で左側の白い屋根がのところは女川駅です。ではちょっと、浜テラスの方に行ってみようかなと思います。
はい、ということで女川町をブラブラしてみましたけれども、だいぶ綺麗になりましたね。浜テラス、かなりおしゃれなスポットかと思います。女川駅から降りてすぐ目の前ですからね、電車で来るのもいいですし、あるいはレンタカー借りて女川に観光来るのもいいんじゃないかなと思います。で、あとはね、ダンボルギーニ、ちょっと残念ながらお店閉まってて、外側からしか撮れなかったんですけれども、できればね、中入って撮りたかったんですが、まあその他にもお店、ありましたね、ダイビングサービスって書いてたお店もあったかと思いますが、どこでダイビングするんですかね、この辺でやるのかわからないんですが、まあそういうサービスもあったり、であとはまあ先ほど見た、お魚屋さん、食事どころ、まあ、海鮮丼とかね、新鮮な料理が食べれるようなお店で、あと最近多分オープンしたんだと思うんですけれども、先ほどちょっと行列できたんですけど、ラーメン屋さんも新しくできて、まあ、まだまだこれから発展していくかと思います。来るたびにね、あの女川って変わってるので、工事もね、なんかまだ時間はかかりそうですけれども、あと何年かしたらまた面白いスポットできるんじゃないかなと思います。また次回も動画アップしていきたいと思います。リクエストの方もお待ちしております。宮城県内でこういうところ行ってほしいという希望があればコメントいただければと思います。それでは今日はこの辺で失礼します。